ニュースポストセブンです。1年前、竹内優子さんが急逝しシングルファーザーとなった夫の中林大樹さん、前夫中村獅童さんとの間に生まれた15歳の長男と自身と竹内さんとの1歳の次男の心のケアを何よりも優先しているそうです。しかし2020年末、週刊女性のインタビューで獅童さんが長男を引き取るという考えを明かしました。中林さんの知人によると、中林さんは言葉を失った、話があまりに突然のことだったからです、今なぜそんなことをと理解に苦しんでいましたとのことです。ニュースポストセブン。